どうも、よけがわです。よろしくお願いします。今日も野球のカードを開けてます。さあ、今日は早速参りましょう。今回開封しますベースボールカードはこちらです。2024BBM ベースボールカードファーストバージョン。こちら動画での3箱目になります。さあ、ちょっと前回ね、箱の途中から開けるような中途半端な開封になってしまい、すいません。まあ、今回改めて一箱しっかりお届けしようと思います。そうですね。まあ、なかなかヒットの出にくい商品とはされておりますが、直筆サインとか、せっかくならお見せしたい、お届けしたい、まあ、手に入れたいと思っているわけなんですよね。まあ、思っているとかっていう言葉じゃちょっと弱いのかもしれません。言霊ってものがありますからね、もうちょっと自信持っていきますか。今日はこの動画で直筆サインカード、必ずこのファーストバージョンからの直筆サイン必ずお届けいたします。もうサムネにももちろん直筆サインと書いてたと思います。それぐらいの自信を持ってね、今回このファーストバージョンを開けていこうと思いますので、よろしく。何ですか、よそ見しないでください。こっち見てください、ちゃんと。さあ、それではファーストバージョン3箱目の動画です。開けていきます。他のもので言うと、まだジャポニズムとかも出せてないんですよね。あのカードのね、独特な質感、綺麗な和柄のデザイン、今年も見たいものですね。3箱目、ちょっとテンポアップをしまして、2パックずつお見せしたいと思います。オープニングは宗佑磨選手、はい、オスナ選手、周東選手、堀柊那選手、ルーキーカード。お、早速、そしてドラフト1位。なんか1箱目と似てる流れですね。ドラフト1位、草加選手のルーキー、青のパラレル。200シリアル、さあ、草加選手、ぜひとも頑張っていただきたいものです。来年以降だとは思いますが、デビュー期待しております。根尾選手、ケラー選手、大瀬良選手、カープのチェックリストに、木澤選手、高橋光成選手のクロスアース、石川修太選手、佐藤龍世選手、頑張ってますよね、チームは苦しい中。武田陸選手、澤柳選手、高太一選手、ルーキーのキラカード、ビシエド選手、長岡選手、クロスアースに、島内選手、伊藤将司選手。はい、お次の2パック参ります。ダイクストラ選手、日本野球にね、合わせてほしいですね、ダイクストラ選手ね。岡島選手、吉田輝星選手、頑張ってますね、移籍してからね。加藤龍馬選手、こちらは成田選手、炭谷銀次郎選手、高橋宏斗選手、初登板もね、遂げました、佐々木千隼選手、村上選手、西勇輝選手、そして森友哉選手、クロスアース、島内選手、佐々木朗希選手、クロスアース、コルデロ選手。はい、草加選手のレギュラーカード。はい、こちら寺地選手。お、このルーキー箔のものから今日は出てきますね。100シリアルですね。打てる捕手、ロッテもちょっと打力がね、不安視されておりますので、頑張ってほしい寺地選手のシリアルでした。宇田川選手、京田選手、大山選手に、田口選手。はい、何ですか、後ろが気になる。ああ、そう、このスイカゲームのマスコットね、これ最近ゲーセンで出たんですけど、これ可愛いんですよ。まだスイカしか取ってないですけど、揃えたいですね、これね。はい、石川慎吾選手、山岡選手、このアップね、近めの写真いいですね。西川龍馬選手、移籍後初本塁打を出ましたが、なかなかパ・リーグの投手陣に苦しんでおりますね。羽生選手、はい、横山誠也選手、プリンス・オブ・ザ・チーム、前田悠伍選手。結構このインサートはばらけて出てくれてる感じがします。嬉しい。トーマツ選手、佐藤輝明選手、牧選手、梶谷選手。はい、そして太田光選手、源田選手、もう一枚西川龍馬選手、
佐々木選手、改めて本当に活躍してますね。はい、そしてトーマツ選手、保田選手ドラフト1位、保田選手も2軍でなかなかいい成績残してるみたいですよ。1軍デビューも近いでしょう。田中選手、宮崎選手、山崎伊織選手にポストカード、阪神のチェックリスト。はい気温の変化も激しいですね。お体にお気をつけください。僕も気をつけます。はい、あ、レイエス選手、ガンガンホームラン打ち出したりしないですかね。そろそろね、日本野球にハマってくれば。はい、森友哉選手クロスアース、村林選手、友杉選手、はい、新藤選手に平野、福田選手、福地選手、吉村康二郎選手、松山選手、岡本和真選手クロスアース、そして若月選手、根本選手、三森選手、赤塚選手、竹内選手、いいですね、名前あってもいいですね。あっとあっと、ややこしくなってきたねこれややこしくなってきたねこれ。そうなんだ、宮崎敏郎選手のシークレット、ベイスターズだから嬉しいですよね。松本剛選手、レイノルズ選手、森下選手、最後にライデル・マルティネス選手。じゃあここでやるか。本当は全部パック開けてからやるつもりだったくだりですけど、さてこの開封動画どこか変ですよね。最初から映っていた不自然に封の開いたパック、宮崎選手のシークレット、そして社員が出づらい商品において直筆サインを必ず見せるという自信、今までの全てを総合して考えると一つのストーリーが見えてくるんです。まあとても現実離れしたバカバカしい話だとは思いますが、あくまで私の妄想だと思って聞いてください。ファーストバージョンを3箱買った男は1箱目を開封動画にした。そして2箱目、動画外で気楽に開けようとしたところ、ヒットを示唆する本宮選手のシークレットが出たので、慌てて動画に収めた。無事に2箱目を取り終えた後、今度は気楽に開けようと、3箱目を動画外で開け始める。自然な流れかと思います。しかしその3箱目で、またもや直筆サインなどのヒットを示唆する宮崎選手のシークレットを引いてしまった。同じような構成の動画を2本続けるわけにもいかず、ひとまずその箱は開け続け、直筆サインカードを発見した。身構えていれば直筆サインカードは途中で発見できるものです。さあそのパック、お見せするためにはやはりもう一つ、ファーストバージョンの開封動画を撮らなければいけない。ショート動画ではちょっともったいない。そう考えた男は、追加で一箱ファーストバージョンを買ってきて、今度は一箱しっかり開封動画に収めます。という話とともに、どのような内容だとしても直筆サインがお見せできるよう、三つ目の箱から当てていた直筆サイン入りのパックを用意したまま、実際には四箱目となる、3箱目の動画を撮り始めた。するとどうでしょう、ヒットを知らせる宮崎選手のシークレットがその箱からも出てしまった。これがここまでの出来事だと思うのですが、どうでしょうか。全てその通りなんですけれども、ああそうか、事実は小説よりもきなりきなりよ。さあとにかくできることは続きを分けることしかないので、まあでもこれ 100% じゃないんですよね。宮崎選手のシークレットが出ました、じゃあ絶対なんかすごいの出ますじゃないみたいですよ。まあやりますね。はい、ターリー選手、宮城選手クロスアース、松本剛選手、アギラー選手、シーバ選手、そうなるとこの子とか気をつけたくなっちゃうな、寺地選手、内山相馬選手、阿部監督、石川選手、木澤選手、ヤクルト続きましたね。はい、そして周東選手クロスアース、はい、奈良間選手、高橋光成選手、松本健吾選手、はい、大山選手、
こちらは銀箔サイン、河内康介選手、オリックスの高卒ドラフト2位、いや未来のエースになってほしい河内選手、銀箔。田口選手、秋山選手、ハッチ選手にリューク選手、ハッチとリューク、はい、ちょっとチップとデールみたいでしたね。はい、ポランコ選手、岸選手、クロスアース、紅林選手、丸刈りにしてから打率がすごく上がった紅林選手、はい、津田選手、こちらは横山誠也選手、プリンスオブザチーム、周東選手、木下拓哉選手、桑原選手、京田選手、菅野選手、そしてパリーグに戻ってコルデロ選手、160キロ出るって触れ込みだったのに2軍で150も出てないコルデロ選手、どういうことでしょうか。頑張ってくださいね。小深田選手、鈴木大地選手、伊豆口選手、はい、大内選手、栗山選手、石田選手、村上頌樹選手、エスパーダ選手、細川誠也選手、クロスアース。多分変な家のパロディをやろうとしている動画の中では一番パロディになってないでしょうね、これね。はい、頓宮選手、通常のもの。はい、開拓也選手、野村選手、クロスアース、石田雄太郎選手、バオーターズ選手、まあ、こちらもちょっとリハビリ組なのでね、写真がこちらですね。頑張ってほしいですね。銀箔サイン、石川昂弥選手、なんか面白い形のサインですね、石川選手ね。高橋宏人選手、大竹選手、立浪監督に大貫選手、はい、そして蛭間選手2年目頑張ってほしいです。新庄監督、新庄さんやっぱりいつもカードな、かっこいいんだよな。中川圭太選手、故障がありましたよね、復帰しているんでしたっけ。頑張ってほしい選手です、本当に。石黒選手、はい、広瀬選手、はい、お、佐々木朗希選手、銀箔サイン、いいじゃない。はい、そしてこちらもいいですね、西舘選手、宮崎敏郎選手、通常のものですね、こっちがね。はい、坂本選手、クロスアース、岡田監督ですと。ほらほら、やっぱりこのボックスは宮崎選手は出たけどってやつじゃないですか。だってこれ事実だったら4箱中3箱ヒットってことですよね。まさかね、浅村選手、クロスアース、西野選手、高橋光成選手、クロスアース、平野佳久選手、今年も頑張っております、松本亮斗選手、ルーキー、はい、青野選手、こちらもルーキーで、オスナ選手、山田哲人選手、東選手、戸郷選手、この2人並んで出てくるのいいよな、エース同士って感じ。柳田選手も打ってますね。同い年なんですけど、まだここまでやれるかと、すごいです、本当に。今井選手もエース級の大活躍。宮西選手、宮沢選手、はい、西舘晃太選手のプリンス・オブ・ザ・チーム、これも初めて見た気がする、嬉しい。武田陸選手、はい、小野寺選手、村上選手、クロスアース、上本選手、門脇選手、はい、まあ、ただにしてもシリアル出てなさすぎなんですけど、残り4パックです。なんかどさっとやってきそうですね。はい、磯畑選手、詳細は言いませんけど、僕の先輩の職場に磯畑選手が来られたそうです。とても感じが良かったそうです。これ話しといてって言われました。中村晃選手、コルデラ選手、今言えてなかったのコルデロ選手、藤岡雄大選手、辻本凛太郎選手、ルーキー、このルーキーの次がねちょっと怖いんですよね。はい、あ、村田レオン選手、2軍で打ち出してますね。近本選手、ライデル・マティネス選手、清水選手、柳選手、はい、そして宮城選手、柳田選手、佐々木朗希選手、レギュラーカードもしっかり出てくれて、外崎選手らしいポーズですよね。いいですよね、これも。はい、杉山選手、
これ5シリアルのサインじゃないのかな、違うのかな、あのなんだっけ、クロスアースのもっと光ってるやつ、スペシャル直筆サインみたいなやつ。秋山翔吾選手、村上選手、クロスアース、クリアレン選手にドラゴンズのチェックリストを、ひとまず残り2パック、最後の2パックいきますね。小深田選手、野村選手、角中選手、石上選手、はい、栗林選手、金箔サイン。これ、100でしたっけ ?100 シリアルですね。僕、栗林選手の白サイン当たりすぎな気がするな。まあ、好きですけどね、このサインね。あの、栗のような、林のような、なんなら夢のような。はい、そんな、今年も活躍しております。栗林選手の金箔サインでした。はい。はい、田中将大選手に、伊勢選手、坂本選手、末金選手、中島選手、伊藤博美選手。身長は176センチか。合ってるか。はい、庄司選手、源田選手、滝田選手、そして村田健一選手、石川慎吾選手、ノイジー選手、マール選手、この間ベイスターズ戦で1番ですごい打ってましたね、マル選手ね。牧選手に、秋山翔吾選手です。さあ、それじゃあ、まあまあ、ちゃんと順を追っていきましょう。先にあっち行きます。まあ、これは改めて話しますと、動画外で出てきた直筆サインのパックです。僕も誰のものかは見てません。直筆サインであることだけ確認を取っています。ファーストバージョンからの直筆サイン、早川選手、加藤貴之選手、焦ってんだよ。こうなると思ってなかったんだよ。加藤貴之選手、山下俊平太選手、栗原選手、一回ルーキーが出ますよね。木村優斗選手。さて、ちょっと先にその後ろですね。荻野貴司選手、大貫選手、田中康介選手、戸郷選手というパックだったんですけども、直筆サインカードです。はい、こちら。このクロスの背景、クロスアースの背景、誰が出るでしょう。ドラ1が出ても嬉しい、ベイスターズが出ても嬉しい。まあ、というかもうこの時点で相当嬉しいんですけど、誰のサインカード。阪神ですね。こちらの選手です。はい。OK ですね。小畑選手。こちら、小畑竜平選手のクロスアース直筆サイン、シリアルは20分の13。阪神ね、そんなに直筆サイン持ってなかったですし、ショートで出てきたらね、いつも躍動してるイメージがあります。小畑選手のクロスアース、綺麗ですね。はい。あの、実はこちらが当たってましたで終わりたかったんですけど、それどころではない模様。この杉山選手の後ろ、贅沢な動画になりました。あ、もうほら、もう光ってますもん。この光り方ですもん。さあ、この光っているカード。直筆じゃないな、これ。直筆じゃないが、嬉しい。すっごいこれ。ああ、直筆じゃなくても、坂本選手のクロスホイールサインですね。このブルー箔の入った、ギラギラに光っております。巨人の選手なのでもちろん直筆ではないんですが、これシリアルいくつだっけ?うわ、15分の1!いいや、ファーストバージョン。宝物だらけじゃないか、ファーストバージョン。結構ね、その巨人のクロスホイールっていうのも、いろんな商品で出てはいて気になってはいたんですが、最高の形じゃないかな。いやー、なんだこの動画。動画外で当てていた小畑選手の直筆サイン。そしてこの3箱目としての動画で当たってくれた反射ですごい色になってるけど、かっこいいこれ。坂本選手のクロスホイールサイン。そんな内容でありました。まあ開封も1年と3、4ヶ月やってるので、初めて見るカードっていうのもね、だんだんこうなくなってくる中で、
前回のね 3D といい、今回のこの坂本選手といい、こうなんか初めて感じる喜びを今年のファーストバージョンからもらえましたね。楽しみました。まだ撮ってる日は全然序盤ですけど、楽しいゴールデンウィークでした。はい、ということで今回の開封動画は以上になります。いつもご視聴高評価本当にありがとうございます。ぜひともまだの方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。よけがわでした。また今度。